はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は円卓高校投手でランスロットを使って、やっていきたいと思います。で、まあ、主人公の、ね、顔があれですけども、サボり癖だけです。まあ、サボり癖だけなんですけれども、作り直すのちょっと面倒いんでこのままやっていきます。で、デッキの方はこんな感じで、まずはランスロットですね。自分は PSR を手に入れることができなかったので、SR プラゴにして使っていきます。で、45になりますと、練習効果アップ20がつくので、まあ、ランスロットはね、45でもかなり強いキャラには、なってると思います。まあ、タック70プラス固有の、20がついて技術ボーナスも8と、で、コツイベント率アップもあって、まあ、得意練習率アップ 10% もついているので、まあ、火力としては多分、申し分ないと思います。で、コツの方も伸びっきで重い玉奪三で暴れ玉を持ってるので荒れ玉も、くれて、で、ただ金徳の方がね、走者釘付けと、ちょっと重い金徳になってます。まあ、なかなかこれがね特殊でね、クネビアちゃん、彼女になってイベントを進めていくと、まあ、走者釘付け、3で手に入れて骸骨クイックも、手に入れることができたりするんですけれども、まあ、ちょっと今回はクネちゃんとかが、入ってないので、まあ、そこら辺は運になりますというところですね。まあ、コツはだからかなりいいですね。伸びきれ重い玉、脱散荒れ玉というところで、若干数の多さはありますけれども、まあ、どれも、使いやすいコツになっていると思います。で、他はまあ円卓なのでアーサーと、ツノちゃん入れてコントロール上限アップを狙っていきます。で、変化球と筋力、さらに根骨持ちの虹谷で、技術要因としては、ランスロット得意練習が守備になってますので、まあ、ダブルタックも、ね、含めての、みやびちゃんになってます。まあ、守備で、ね、今回は技術を稼いでいくというところです。で、もう一枠のね、ここ、二刀流ルナちゃん枠がすげえ悩んだんですよ。まあ、変化球キャラにするか、またはね、モード君を入れるかで悩んだんですけれども、まあ、結局ね、モード君入れると変化球が足りなくなる。で、まあ、変化球キャラを入れると精神が足んなくなると、まあ、どっちもどっちなので、今回はちょっと変化球キャラ、重視で、ルナちゃんを入れてますということで、まずアーサーが得意練習、第一練習がスタミナなので筋力は1枚。今あれね、エンタクルスの話ね、筋力1枚の、技術がみやびちゃんとランスロットで、変化球が虹谷と、ルナちゃんの2枚で、精神が、彼女キャラの、ツノちゃんという感じになってます。それではまずはいや、第1周目はエンタクはね、大してやることがないんで治らないのか、悲しすぎるな。で、お守りはね、今回持ってきてないです。まあ、聖杯イベントとかが進んでいくとね、結局評価も上がっていくんで、まあ、ただその前にね、彼女にはしていきたいので。で、この編成だと、最初のところで、スタミナと守備練が強化されますと。で、最初は、まあ、もちろん人がいないので3人か、つのちゃんか、どうすっかな。なるべく意識して彼女評価を上げていきたいんだけど、アーサーか、3人か、2人かいや、まずはちょっと彼女評価で重い玉とかだったら1でね、全然掴めるんで掴んでいきたいんだけど、今はポイントが足りませんと。で、円卓キャラが2人いるんで、今回は、早々に、右下のエピックマスと左上のエピックマス、これを、踏んで、で、さらに今出ている、1時、あの時計でいうと1時のエピックマス、これを鍛えていく感じに、なりますかね。あとはそうだね、やっぱり人数も重視していきたいんで、ここでいきますか。ほい、で、そこから、体力マスは通過したい、レベルを上げていきたいというところ。じゃあ、ここ回収しちゃいましょう。で、異物イベント、お、いいね、これ
モテモテになってくれるとマジで嬉しい。よし、オッケー。そう、これがあるからね。まあ、あと虹谷もいるんで、モテモテにね、なれる確率が割と高いっちゃ高いんですよね。さて、あとはまた左上を目指しつつ、真ん中のやる気は通過したいよね。つむちゃんやっとくか。でモテモテになってるんで、追加が発生すればあと1回だよね多分。あ、ここだな。変化球レベルもね、上げていきたいは上げていきたいんで、これでもうつむちゃんは多分大丈夫でしょう。ランスロットの生徒手帳、あれこれなんだっけ。ランスロット大して使わないから、ちょっと待ってね。これが通常イベントですね。一番上が、あ、そうか、モテモテにもなれるんだ、ランダムだけど。で真ん中がやる気は下がるけど意外性のコツで、一番下が、まあ、精神と体力か、まあ、モテモテはもう持ってるからな、これでいいや。で貸しなんだからね、ということでこれは進めていきましょう。でコツ、虹谷か。虹谷は掴んでおきたいよね。やっぱりつむちゃんは乗ったな。よし、じゃあ虹谷行きましょう。まずはちょっとコンコツは掴んでおきたいけど、脱散か。まあしょうがない。で金徳は進めていきます。さて、わー、虹谷か、いいね。脱散取れるかな。重い球は取れない。脱散は掴んじゃいます。で敏将が、そうか、守備練やったからなぜかある。キレが来ても39って取れるか。練習で靴手に入れましたと。あ、これは下にして体力を回復しよう。で1だな、これは取りたいから回復しつついきますか。虹谷の評価も上げながら。でモテモテはあるんで、もう真ん中でいきましょう。体力はちょっと減らしたくない。なるべく練習をしたいよね、ここは。緩急ありがとうございます。アーサーは変幻自在を取っていきます。で異物で、ここの右を鍛えるん で左上、異物が終わる頃に左上を取ると、まあ、金徳が出てくれるかなと。あくまでかなだけどね。え、どうしようかな、なんか微妙だな、練習がマジで微妙だな。ここのエピックはちょっと取りたくないんだよね。かといってじゃあちょっとメンタルやるか。でランスロットの金徳ですね、これは悩み上で、ルナちゃん、ルナちゃんは太陽にして精神ポイントを稼いでいきます。今回ちょっとね、精神は気を使っていかないと。みやびちゃんがね、ど根性なんで、うわー、ここ取りたいけどちょっと無理。円卓に関してはやっぱりね、このエピックマスをね最優先にさせた方がいいと思うんですよね。もうワンタックとかはね無視していいと思う、エピックマス状況によっては。で二刀流で進めていきます。そう、敏将ポイントくれるんだよね。で2か、2はね回収してもいいんだよね。だってこれやるんだったらこっちでしょ、どう考えても。2回収するか。ちょっとレベルを上げるという意味も含めて練習レベルね。さて変化球、13%か1か3でもな。コントロールは誰もいないのか。あ、悪くないね。アーサーがちょっと乗ってないけど、ランスがいるからそれなりにやっぱり経験点が伸びてるね。
どうする、ちょっと1はもったいないんだよな。だこういうのをね、なんていうの、逃してもやっていく、エピックマスを。まほちゃんやったー、体力回復。はい、で2つ目ゲットしたので、一応これで聖杯イベントと、なんだっけ、あの金徳イベントが発生するようには、なりましたと。でコツのところにあるので、まあ、サクチャレの時はねコツは結構無視してたんですけど、今回は取れるものは取っていきましょう。リリース、勝ち運で、バント封じもいける、まあ、こんなもんかな。投手はねそんなに直取りするものが多くないんで、ここかここかといえばここ、内角攻め。いや別に攻めはついてないけど。で上のエピックを回収したい。どうしようかな、ランスロットか、まあ、悪くないよね。脱散はもう掴んであるから行きましょう。でこれで金徳イベントが出てくれると、よし、超お宝探し。でみやびちゃんもね結構体力回復イベントが多いんで、まあ、そこがいいですよね。まあ、通常イベントも、まあ、真ん中選べばかなり体力回復するんで、で上で進めていきます。あれ、なんか手に入れた、対強打者とか手に入れるんだっけ。一応コツはちょっと忘れないうちに、玉持ちは重いよね、やっぱり重い。対強打者もそれなりに重いね。内角はまあいいでしょう、取っちゃって。で、あ、そっか、コントロールさ、なんでこんな高いんだって思ったら、これ初期状態だけど、あれか、サボり癖がついてたから、サボり癖ってコントロールが上がるのかな。で3で通過させたいよな。っていうか角ちゃんが告白してくれないんだけど、まあ、ここはちょっとエピックは3にしてから踏んでいきます。聖杯イベントのために。で2回目、これは勝手に進んでいきますね。でこれは上にして体力を回復しつつポーカーフェイスを潰しちゃいます。最大までつかめるんで。であとは下のやつを総取りしたいよね。2、だったら回復かな。つのちゃんはもうめっちゃ乗ってるからね。でここでレベル3のタックが来てくれるとマジで嬉しい。であれは間に合わなかったね。でここは総取りしちゃいましょう。おいー、まあ、ここのみやびちゃんイベントは普通に進んでいくんで間に合わなかったぜ。角田ここどうしようかな。やる気かコツね。1でエピック、いやもうどうしようもないね。4レベルのものがないんで、じゃあコツを取っていきますか。根性がね欲しいんで、ちょっとルナちゃん行きます。待って、あダメだな、結局クイックもピンショポイント使うんで、ちょっといや普通に行こう。根性くれ、ジャイロボールで行く。ここは体力を回復しましょう。別に女の子と来てるわけじゃないので。小吉、あそうだ、みやびちゃん超ありがたい。ここのついてんのかよ、しかも、あついてない、どっち、あついてないか、これはついてない方がいいんで。キレもね手に入るしね。一応西谷のコツが来てるわけじゃないけど、切れ潰しちゃおうかな。これを見る、あ西谷だね切れ潰そう。ちょっと根骨は優先して取りたいんで切れ取っちゃいます。
ってくれよ、とにかくコツをくれ。そうすればコントロール上げていける。よし、打たれなければいい。打たれた。だこれきついんだよ。走者釘付け、ようやく告白来たか。コントロール上げたかったのにな。B くらいまで上げようかなって思ってたところで告白が来た。なんか全てのタイミングが悪いな。まあでも C まで上がってればいっか。まあ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 だね。じゃあ一旦 B まで。いや待ってよ、やっぱり置いとこ。溢れ出るわけじゃないんで、まだ。さて、じゃあエピックさんは回収してしまいましょうかね。ほいって言います。これでせめて聖杯関係のイベントがなんか出てくれれば OK。 で超お宝探しと。これ何がいいんだろうね。変わってみる。ランスの評価、まあ精神か。でこれをやって4ターン進む前に左のエピックがあるじゃないですか。あれのねレベルを上げたいんですよ。だからまあデートとかも絡めつつ1はねやっぱり取っておきたいっていうか、練習レベルはやっぱり1,2,3,4 まで各種あるとかなり使いやすいんですよね。でメンタルがもう2に上がっちゃってるんで、ここはでもね総取りをするかって言われると今そういう雰囲気じゃないんで、そういう雰囲気ではないので、ダブルタックが来てるわけじゃないし、一旦あれちょっと待って、誰だっけ、コツ誰だっけ、アーサーか。アーサーでもコツくんないからね。急速コツなんてマジで稀だから。やっとく。来た、伸び、まあ、伸びは5じゃないと取れないよね。体力が減らされた。いやここはちょっと無理ですよ、無理ですよ。1回デートをして、ただつのちゃんの最初のデートが微妙すぎるからね。もうちょっとよね、もうちょっと、もう一息、何か体力を回復してくれるか、何かもうちょっと経験点をくれるかしてほしい。みやみちゃんの最後は体力も回復してくれるんで、ど根性、ただ根性がないとなかなか大変なんで、休息は放っておこう。ね、守備連上げて4にする。これを目的としては勧誘もしておきますか。ほい、守備連4、これは誰がいい。ランスにしてみようか。せっかくランスを入れてるんで、経験点だけ。よし、ありがとうございます。で1回転だったらアーサーのコツをもらっておきますか。エピックはちょっと3にしたい。ちょっと待って、潰さなきゃいけないコツ、伸びは5、緩急をどうするかだよね。意外になんだよね、変化球ポイントが足りてるわけじゃないんで、球持ちも重い。ジャイロは取りましょう。対強打者もな、1だとね。復活はもうちょっと取れるときに取ろう。あとこんなもんか。やっぱ変化球ポイント全然足りてないよね。まだ変化球何にも覚えてないし。じゃあちょっとここはコントロール1で朝投資、打たれ強さ結構こう作れんな。でここはまあストレートでいきますか。よし、これで、全エンタクルスのレベルが上がったので、左下エピック、これを回収しましょう。よし、守備連上げてった甲斐があったな。溢れ出るものはなさ、ちょっと待って、コツ誰？虹谷か。虹谷か。これ行こう。
でエンタクルスの秘密ポイント。お、いいね、りりしい顔だ。虹谷56、56は結構でかいからね、普通に。で、何にもなーい。虹谷どうしよっかな。ちょっと欲しいよな、アイテムはね。これを持ってきてるんだよね。いっぱいあったから、最近使ってないからね。で、ちょっと上げていきましょう。で、その間にね、あ、大丈夫か。右が3になるか。ちょっとこれ虹谷回収します。そろそろコントロール練習もレベルが上がっちゃいそうなんだよね。よし、 OK。 ほら、これで1がなくなっちゃった。1ってね、結構いろいろ使えるからね。これも何の選択肢がいいんだかよくわからない。あ、縛りとか。お、スタミナ、スタミナか。ちょっとスタミナ上げとく。コントロールじゃあ上げてきますか。S まで上げとこう。で、あと取らなきゃいけないもの、打たれ強さね。精神足りてないからな。闘志もちょっと取ってらんないしね。ドクター K 取れるときに取ろう。縛りか、重いよな。ちょっとこのままいきます。ほい、クイックきた。 OK、 超ありがたい。めちゃくちゃ掴んだ。しかも伸び子、オッケー、いいね。おらいて、柵越え。で、ここはもうほんとなんもない、なんもないんで、そうだね、なんもないんでデートしますか。で、ここどうする。今回ちょっとコツ重視でいきますか。買う、で、コツ一応見とく。ルナちゃんか、取りてえな、取りてえけどな。まず先に奏者釘付けまで取っちゃおう。クイック、技術を77使うのか。1だとなかなかに重たいね。で、伸びもいけるから取っちゃおう。ルナどうする。2か、ピック2か。いや、3にしたいな。本当に攻めるんだったら2とかでね、聖杯出すんだけど、いや、そこまでじゃないしね、別に今回は。さて、これでまたエンタクルスのレベルが上がったんで、で、次に聖杯の創作みたいなのが出てくれると、かなり順調ですね。まあ、絶対出るかって言われたらそうでもないからね。全部3を回収できるか。聖杯、よし、 OK。 じゃあ、あとはまた聖杯を探しに行きますか。で、もうこっからは、回収をメインに行きます。とはいえ、進みたいよな。どうする。変化球ポイントは変化球ポイントで欲しいんだよね。いや、でもスタミナもな、貴重だからな。すげえ悩むな。変化球何にも覚えてなくて479か、ちょっと少ないよね、やっぱり。やろう、こっち牽制とか。まあいいや、あとは根性か。あ、あったね、こんなん。何がいいんだ。ちょっと待ってね。アーサーが正しい。対左打者。で、ランスロットが正しい。キレ。キレはもうあるからいいや。で、2人とも正しいは成功と失敗。成功すると球持ちが2。失敗すると体力ちょっと増えて精神。2人とも間違ってるとバント封じ。今のところはアーサーか、正しいで成功を願うか対左か。まあ、貴重は貴重だけどコツがな。玉持ち今持ってるからね、1で。
3にして潰すっていうのはありだよね。2人とも正しい。どうだ、なんか失敗したっぽいね。なんかビチャってな、なんかさ、ビチャってなった瞬間、あ、なんかこれダメだって思った。で、虹谷はもう持ってるからランスロットで行きますかね。ほい、あ、玉持ちが来た。玉持ち回収しますか。じゃあ、あれ玉で、人数的にはいけるはず。縦ごとか、あんまり必要ないな。馬とか剣がね、出てくれるのもかなりいいんだけど、とりあえず102、一応パワチャレでね使っていくことを踏まえて102にします。で、精神がやっぱりそうするともうだいぶなくなってるよね。ちょっと待って、厳しいな、厳しいな。他をちょっと待って、変化球を1回スライダー、どうせ先発になるから変化球ポイント足りなくなりそうだから、4球種は、あ、じゃなくて3球種は欲しい。で、どうする、あと何ターン、次でレベルアップか。こっちまで来ちゃうともう1回収になっちゃうからね。変化球1回収はちょっと今変化球ポイント足りないんで、ルナで行くか。じゃあちょっと待って、ルナ、ジャイロは取った。打球反応直撮りしよう。これ打球反応直撮りします。で、牽制取ります。で、ここで根性、ルナ頼むぞ。そのために俺はお前と練習するんだ、根性を得るために。最悪、一応体力は回復してくれた。これは良しとしよう。で、聖杯、もちろん進めていきますと。ほい、で、変化球かいきますか。これはほい、異物だった今、ちょっとどっちだっけ、金徳だっけ、あ、異物だよね。だ、基本的にね、やっぱ一つになっちゃうよね。聖杯イベントが進んでいくと金徳はね一つで終わっちゃう。二つは取れないよ、まあ、もしかしたらよっぽどうまく進めていくと取れるかもしれないんだけど、ちょっと俺のこの進め方だと2つは取れないですね。まあ、だからここでね、モード君入れてクネちゃんも入れると多分いけるかもしれない。で、変化球、変化球って意外にさレベル上がってないね。これちなみにさ足りる人足りないよね。しかも盾かよ。回復して練習して盾ごとゲットして回復して、よし、これでいこう。虹谷くんだったら、まあこちらね、ランス。あと、ランスってなんだ？うわ、重い。ど根性重いわ。玉持ち回収。あれ玉回収しよう。で、ホイト。まあ、盾ごといらねとか言っときながらさ。この回復はかなり役立つね。これどっちがいい？矢部くん追いかけよう。これなんかぐさぐさ言って根性手に入んねえかな。フィニッシュポイントが手に入った。よし、これで聖杯をゲットしたので、まああとは回収ですね。もう5月の3週なんで、ちょっと聖杯じゃなくて異物が間に合うかって言われたら間に合わなそうだな。今何人調査6人か。いやでも回収優先したいからね。もうここまで来たら回収優先でしょう。打たれ強さ、いや、まあ打たれ強さもね、結局精神使うやつだから、ちょっとここら辺は、うわー、でこういう時にね1で回収できるとすげえ助かるんだよね。筋力か、待って、どうするこれ、急速上げてく。
球速148か。これでもちょっとやっぱりコントロールは上げちゃおう、上げきっちゃう。いやー、ここであれが出てないのが痛えな。通過するか。3の筋力をしょうがない。もう1周回ってくる。うまくいけば回ってこれっかな。守備連来てくれれば。6月中はなー、ずっと練習したいんだよね。球速だと虹谷か。3進みてえなこれ。しかもダブルタックじゃん、何気に。いきましょう。安全圏か。あとは根性なんだよな。頼む、これなんかいいの来てくれ。うーん、まあ悪くない。精神も上がってくれた。あ、これも回復できる。悪くない。よしよしよし、俺の体力が回復していく。何にもないんか。何にもないのか。まあいいや。ここら辺でね、最後の爪が、最後の爪が甘いぞ。タイピン、臨床ポイントすごそうだな。でスタミナか変化球かって言われたら、ちょっとスタミナも欲しいっちゃ欲しいんだけどな。3取れなかったね。結局このエピック2つ超どうでもいいし。じゃあこれいきます。で聖杯を調べていきましょう。やっぱり精神が足りないよな。でもさ、変化球2枚でもこの変化量だからね。っていうかさ、アーサーのイベントどうなってんの今。なんか1回目まで進んでなくね、思ったんだけど。アーサー完走できないとかある。え、全然進んでなくね今。ふと思ったけどさ、アーサーちゃんよ、一応ちょっとエクスカリバーのために下残しとこうかな。これエクスカリバー取りに行こうかな。球速152とか。え、球速 B っていくつ。140ね、8がね球速 C なんだよね。ただそれをね把握してないんで、球速ランクでやると出てくるかな。うわ、わかんねえ。査定表が出てきたな。球速じゃあ B とかって入れると B 相当みたいな。あれ144が C か。ごめん間違えちゃった。144が C で148が B、 155が A って書いてあるけど、これさ推測なんだけど。じゃあちょっと148で止めとこう。スタミナかー、やろう。てか何気にスタミナもさ全然足りてないよね。でもういいや、試合はこれで。あ、そうそう、あとね、復活ね、復活もやっぱり重いんで、なかなか精神ポイントがね厳しいところがあるんだよね。根岸くん、金井くん悪くないね。こいつパワー G とか、パワー G だろうがホームランに持ってくる。それが円卓。あと角ちゃんもねまだあれ残ってるからね、なんだかんだで。いや、みやびちゃんいいよね。 3% さすがに大丈夫でしょう。で次はもうデートする。ちょっともうタックには目もくれず乾燥させておく。角ちゃんはカラデートの可能性があるんで、ちょ
ちょっと3周で終わらせておきましょう。で、ここは下。一応超尻上がり。なんか本塁打現金でもよかったかな。スタミナがそんなないからね。今思ったけど、だってど根性とさ超尻上がりでさすげえ精神使うんだけど。いやーちょっときついな。でなんとなくじゃスタミナ1上げとく。 D にはしとこう。復活があるからねまだなんとかなるんだよ。最悪復活があるからスタミナはね C でも十分。金井君悪くない人だ。しかもノーアウト。最低でも外野フライが欲しい局面です。これはいける。ほい。西尾君もミートがでかいね。円卓はミートがでかいのか。綺麗。最後の最後にさ、マジで9回に点を取られる。1回に点を取られるパターンと9回に点を取られるパターンが多すぎるんだけど。さて、じゃあ変化球いきますか。てかさ、アーサーマジで何なの。え、おかしくないか。え、ルナ これだけだよ。え、ランスって後だよね。いや、ランス後のはず。ちょっと待ってね。いや、絶対間違ってない。いや、ランス後だよね。だから上が後なのよ、後イベの人たちで。下が前イベなのよ。で、ツノちゃんはそもそも彼女キャラだから軽いじゃん。で、ルナちゃんも別に多いわけじゃないじゃん。なんで完走できないの。おかしくねえか。いやー、まあでも完走できなかったものはしょうがない。意味不明すぎる。変化球じゃあ覚えてこした。3、スタミナか守備か。みやびちゃんいい。みやびちゃんいいけど、いいんだけど、俺はちょっと今スタミナが欲しい。おい、朝お前マジで何なんだ。謎すぎるんだけど。いや、これで完走できないってことはさ、招き猫なかったらさ、いや招き猫持ってきたよちゃんと。招き猫なかったら絶対完走できないじゃん。さあ、同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、しまった、今ボール球だったな。取ってこれで3アウト。チェン円卓、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で、弾道4なんだ。掴みました。これでツーアウト。パワー G のくせにランナーは二塁変わりません。第9初球打ち、フェンス直撃。円卓1点返しました。ちょっとやべ、タイムリーツーベースヒット。ちょっとモチベーションがだだ下がりになってしまった。初球打った、ダイレクトで当たった。円卓まず同点。点取られてるし、円卓同点のチャンスです。一発逆転、一発逆転。初球から打った、シーンをずらされたな。円卓同点のチャンス連打。ツーアウトランナー一塁二塁という場面、マシンで捉えた、抜けた。次は誰強きって変えられた。初球引っ張った、切れていきます。ファール、投げました。あれ、俺ってムード丸になったんだっけ。結局虹谷のイベントで打った当たりがワンバウンド、ヒット、打球が転がっている、ひっくり返しました。どんどん代打出してくるな。いけ、いけ、最悪だ。ミートが高いから結構塁には出てくれるんだね。多分3打数1安打。アルボー、絶対痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった。円卓1点入りました。で、金井君は普通に強い。今日4度目のバッターボックス。投球これから2球目。そうさ、ミートとか S じゃなくていいけ。 S じゃなくていいからさ、もうちょっとパワーに振ってほしいよね。初球打ってきた、ワンバウンド。なおも
初球を打ちました。ピッチャーゴロ、円楽、さらに。いや、点はね、取れるとき取っておくっけ。アーサー今日これで4打数。忘れそうだよね。それでアーサーになるわ。でスタミナ、スタミナ、俺は今スタミナがやった暴行。最後はもう精神をやらざるを得ないかな。で310か今。意外に筋力あるね。ちょっと待ってね、超知り合いととか、ど根性、ど根性とかやっぱり重いな。アーサーがね、これ変化球だったら最高だったんだけどね、多分ね、筋力マスはねゼロでもいけると思うんだよね。あのタックのスタミナ練習とかで筋力稼いでいけば、西谷も筋力じゃなくて球速練習があるじゃないですか。そのタックだけでね、多分筋力はね持っていけると思うんだよね、ある程度も。それは160とかさ、そういうのは無理だよ、無理だけど、ある程度の150キロくらいだったらね大丈夫な気がするんだよね。さあ次の投球、おお抜けた、打球の勢いが強かったか。こいつ初球だ、初球で決める、全然ダメだった。決める、甲子園に来てぐんぐんスタミナが上がってるからね、この夏のクソ暑い時期に。で変化球、いや無理だよ、44はちょっと無理だよこれ。これちょっと根性取れるかな。いくつだっけ、有毛果敢も取んなきゃいけないからね、277とか。いやガチで重いわ、根性要因でな。一応取れたらいいなと思ってルナちゃん連れてきたのに。お待たせいたしました。ほらその初回に1点入れられるパターン、ワンアウトランナー2塁という場面でボール、ボール、第2球投げた、輪の際どい球、ボール、第3球を投げた、打った、ライト方向へ取りました、ボールは中継、あれ4番が岸田か、よし投げた、エビワイ見送ってストライク、第2球投げました、ボール、入ってこないね、危ね危ね、投球はこれから3球目、チェンジアッター、おー怖い、第4球を投げました、ちょっと待て、ノーアウトか、ノーアウトランナー2塁というチェンジアップ、三振を取る、西尾とかあいつ走ったの、足 G のくせに、あれこいつ悪くないね、これから2球目、真ん中にストライク、第3球はデビルアイに送ってボール、アウトローへ、パワーはね C あると助かる。打った当たりだ、センター下がった、フェンス直撃、円卓、すげえ点取られてんな、円卓、ここは何とか打ちたい、2アウトランナー1塁2塁という場面で根岸、初球から打った、ヒット、結構危なかったな今、縮めました、第9投げました、打ちました、初球取ってアウト、3アウト、円卓、ここは何とか打ちたい、こいつやる気がなさすぎる、ランナー一塁二塁という場面で初球を打ちました、センター前クリーンヒット、羽生いいバッティングを見せました、こちらは円卓、なおもチャンスが続いています、普通にミート開いた方がいいかな、第2球投げた、もう内角高め、
投球は3球目投げた見送ってボール次が4球目投げた打ちましたヒットになります最近ちょっとね慣れ始めてきたワンアウトランナー1塁2塁となりましてモード今日はここまで3打数ノーヒット1三振さあ次の投球2球目ストライクこいつは後悔させてやるモードゲーああ大丈夫だセンターからセカンドへ円卓ここで勝ち越しましたワンアウトランナー2塁3塁となりまして岸田さあここもうここでホームラン打って闇野にはご退場いただくか投げたさよなら打ちましたこれはいい当たりさあ、ま、一応優勝はできたけどねどうだろうねやっぱり精神足んなかったなでもこれでさ精神1枚増やして変化球減らすとマジで変化球ポイント足りないからねまあちょっとなんかどっちもどっちなんだよねだからこの編成は一応3位か、まあ、ちょっと超仕上がりを持ってるんで先発でいきます、まあ、復活も持ってるしねそもそも手応えそうルナちゃんくれるんだそういえばありがとうございますよりによって精神ポイントちょっと少ないのかお前はで最後に30ポイントもらって8500かまあそんなもんだよねでまずはちょっと抑える勇猛果敢と道言城なるべく精神を使わないやつがいいんだけど球速じゃあ155精神足んないムービングファースト打たれ強さとかタイピンとかちょっと無理だな俺緩急はじゃあせっかくだから取っておくかあと変化球ポイント的に縛りももう無理か手応えせっかくだからやるでしょう先制ストライクも取れないのかそうすると安全圏黒パイは黒パイで使わないんだ精神ポイントああでも逃げ球だな本塁打元気にしときゃよかったなちょっと失敗したなまあいいやそれはもうしょうがない完全に俺のミスだからあアウトロー9が取れるちょっと待って敏捷ポイントになるありすぎでしょう15いい使い切ろうはい言うような感じですねちょっとねアーサーのイベントが完走できなかったのがマジ謎すぎるんですけれども、まあ、ただねランスロット円卓で使う場合にはちょっとど根性は重いんですけども、まあ、ダブルタックとね狙える、まあ、振り袖みやびちゃんはかなりおすすめなので、まあ、そうするとあとランス入れてで角ちゃん入れてどうしても根骨とか持ってるね虹谷を入れるっていうことになると残り1枚をどうするかっていうところが今の自分のこの悩みの種です、まあ、モード君入れると精神は足りるんだけど今度変化球が伸びないで変化球2枚入れてこれだからねスライダー4カーブ4フォーク4がギリギリっていうところで変幻自在取ろうとするとさらに変化球ポイントが必要になりますのでこれね1枚でねやりきるのは大変なんだよね、まあ、だから円卓は、まあ、なかなか難しいところはありますけれども、まあ、一応こういう編成が多分テンプレみたいな感じになっていますので、まあ、アーサーは、強いということで今回はこれで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録ツイッターのフォローしていただければ幸いです